皆さんこんにちは、書道家の平太賀です。今回の動画は綺麗な字の書き方、ズボラなあなたに送る3つの裏技というテーマでお話をしていきたいと思います。早速ですが、今回お話しする内容は過去に出したこちらの動画のリメイク動画となっております。最新版というところでお届けをしていきたいと思うんですけれども、以前と同様にですね、文字をうまく書くためにたくさん練習をしなくてはいけない、だから練習を頑張りましょう、そういった動画ではなくてですね、こういう方法、裏技を使えば少しでも綺麗に見えますよ、見せ方の工夫でこんなにもバランスが良くなるんですよというところをお伝えしている動画となっております。今回ですね、以前以上に分かりやすく解説していきたいなと思っておりますので、良ければですね、前回のを見たという方も今回のも見ていただけると嬉しいです。なおかつちょっとパターンを変えた形で解説しております。前回はノートの取り方というところも基本にありましたので、書きながらですね、イラストを挟みながら解説をしていったんですけれども、今回は裏技のみに焦点を当てて解説していきたいと思いますので、どちらも合わせてご覧いただけますと嬉しいです。では早速ですね、3つの裏技解説していきたいと思います。ズボラなあなたは必ず見てください。それでは早速始めていきましょう。それでは早速解説していきたいと思います。今回は3つお伝えしますということを冒頭にお話ししましたが、もう早速ですね、何をお伝えするのかというところを先に公開しておきます。まず1つ目、こちら、止まることの大切さ。2つ目、文字の代償を意識せよ。2つの代償が存在します。そして3つ目、フォントに騙されないでというところ、これらのお話をしたいと思います。そしてお気づきかと思いますが、久しぶりに登場させてみようじゃないかということで、虎のタイガーくんが1年半ぶりぐらいにですね、出演となっております。昔はよくこのタイガーくん書いてたんですけれども、なかなか最近登場しておりません。ですので今回はいろんな表情のタイガーくんを楽しんでみてください。ということで順番に解説をしていきたいと思います。そして今回使っているペンの紹介ですね。まずは赤ペンはジェットストリームの 0.7mm です。そして黒に関してはボールサイン ID プラスの 0.5mm、 そしてピュアブラック、これを使ってまいります。解説にあたってはこちらの下敷きも活用していきたいと思います。では順番にいきましょう。まず1つ目、止まることの大切さというお話からいきたいと思います。焦らずに書こうということで、よくですね、字が雑になってしまう人にあるあるなのが、全てを早く書こうとしてしまって結果的に文字が崩れてしまい雑になってしまうということがあります。文字を書くのが早くて達筆に見える人というのは早く書いているんですけれども、押さえるポイントはしっかりと押さえているというお話です。そして今回押さえるべきポイントを赤色で塗ってまとめてきました。ここをきっちりと止まって書いてくださいねというところが今回のお話になります。まずこの基本的な点の書き方の部分からそうなんですけれども、やはり始まりの部分と終わりの部分、始まりの部分と終わりの部分、ここを始筆または起筆、そしてこちらを終筆というんですけれども、ここをしっかりと押さえて書くということが重要になります。どういうことかというと、もう簡単に書きますね。横線で例えてやっていきますと、止まって進んで止まって離す、このリズムを大切にしてほしい、そういったお話になります。これができていないとどうなるのかというと、横線を単純に引いてもこういう感じ、それこそかすれてしまったりですとか、雑な印象になってしまいます。全てにおいて同じことが言えます。縦を引く場合も、斜めに行く場合もそうですね。しっかり止まって進んで止まって跳ねる、この止まっての部分が非常に重要です。特に綺麗な字を書きたい、そのような意思のある方はこういったところを押さえていくというのを覚えておいてください。表示している部分がですね、基本的に止まる箇所になっておりますので、自分自身がこことここはできていたけれども、あ、そういえば羽の前止まってなかったなとか、あ、この動きの時にもここ止まらないといけないんだとか、そういった発見の一つに加えていただけると嬉しいなと思います。とにかくですね、一つ一つしっかり止まって進んで止まって払う、こういったポイントを抑えるということをしっかりと覚えてください。そして他の動画でもお話ししていますが、この止まって進んで止まってのリズム、トーン、スー、トーン、離す、このリズムのことを三節法と言います。ここに書いておきますね。三節法、はい、三節法ですね。はい、このリズム、止まって進んで止まって離す、トン、ス、
トン、三節法と言います。しっかり覚えておいてください。一方で払いのような止まって払う、止まって払う、この書き方のことを二節法と言います。二節法、簡単ですよね。非常に覚えやすい単語かなと思います。ぜひこれもしっかりと覚えてください。二節法と言います。三節法、二節法、しっかりと覚えていきましょう。とにかくいくら早く書きたい、そのような場面であっても、見せる相手がいるときに文字を書く際にはですね、こういったところ、止まることをしっかりと意識するところ、やってみてください。続きまして、文字の代償を意識せよというお話をしていきたいと思います。以前の動画では漢字、ひらがな、カタカナのサイズ感を注意しましょうねというところ、こちらをお伝えさせていただいたんですけれども、今回は余白に対する代償のお話も合わせてしていきたいと思います。まあ、ここに関してはですね、もうこの例題で書いてあるように、漢字を大きく、ひらがなを小さく書くということをやっていただく、ただそれだけになります。どれだけ字が雑になってもですね、例えば今日は晴れです、はいと書くときに、文字のサイズ感見ていただいたら分かりますように、漢字の方が大きく書いてますよね。そしてもう一個ポイントが、画数少ない字ちょっとだけちっちゃく書いてあげるとバランスよくなりますということで、こんな感じで書いてます。よいしょよいしょ、まあ、頭の位置、下の位置、だいたい揃えながらこんな感じで書く、このような形です。もうこれとってもシンプルなので、すぐに取り入れてみてください。続きまして、余白に対する代償のお話をしていきたいと思います。まあ、こちらに関しても非常にシンプルなお話です。こういう四角をイメージしていただくと分かりやすいかなと思って書いてるんですけれども、まあ、どこかに書くときというのはこういう欄があると思います。ここの中に書いてくださいねというときに、ついつい左から勢いよく書き始めてませんか？そしてさらに大きくなりすぎたり、ちっちゃくなりすぎたりする方多いと思います。まず基本的に押さえておいていただきたいのが、ここがありましたら、おおよそですね、一枠分小さいサイズに書くということをまず意識するといいと思います。すっきり大人っぽく書くことができるので、まずこれが一つ大切な意識になります。そしてその上で書き始めをするということですね。ここからいきますね。こういう形で書いてあげます。まあ、この間の空間をしっかりと意識する、まあ、ここは練習しないと難しいとは思うんですけれども、この間をほぼ均等に持っていってあげて、なおかつここの枠に対して、まあ、上下ともですね、これぐらいのバランスで書いてあげるとすっきり見せることができます。これがよくありがちなパターンといたしましては、ちょっと箱がないですけども、今日は晴れです、はい、もしこれ箱があったとして考えてくださいね。めちゃくちゃ後半余っちゃってますよね。この部分が余っちゃうというわけです。そうすると頼りない文字になります。一方で大きく書きすぎるとどうなるのかというところ、容易に想像できると思います。まあ、この四角イメージでいくと最後ちょっとちっちゃくなっちゃうかなという感じです。それから先ほどお伝えした文字の代償もつけていないとこういうイメージになってしまいますので、見栄えって全然違いますよね。この見栄えを手に入れるために、きっちりと文字の代償、漢字よりもひらがな、カタカナを小さく、そして余白に対しての文字の代償ということで、この太枠の部分は開けるというイメージで書いてあげるといいと思います。頭の中でもう一回り小さい箱に書くという形で意識すると大人っぽく書けるようになりますので、ぜひ真似してみてください。ということで、まあ、代償ですね、きっちりとつけていきましょう。はい、というわけで3つ目、フォントに騙されないでというお話をしていきたいと思います。いつもお話をしておりますが、フォントというのは正方形に収まる形に出来上がっております。印刷の都合上もそうですし、文字の配列上ですね、正方形の中に綺麗に収めることによって美しく見えるような形をとっているのがフォントなんですけれども、それを手書きで真似してもかっこよく見えません。ということで、こちらもよくお伝えしますが、文字の外形、大枠の形をしっかり押さえていきましょうというお話をよくさせていただいております。もう大きくですね、この三角形、逆三角形、ひし形、そして長方形、2つですね、これらとあとは円形等々あるんですけれども、このあたりをしっかりと覚えていただくといいと思います。そして三角形に見せるためにどうすればいいのかというところなんですが、もちろん左払いと右払いを頑張るというところが大切なんですけれども、そうではなくて、
ここを目立たせるために最初のこの部分を短くしてあげる。それからぐーっと持ってきて払う、ぐーっと持ってきて払う。そうすると必然的にこう外に広がるような形になるので見た目がかっこよくなります。これも同様ですね。ここを書いてぐーっと長く持っていく、これは当然ですよね。でその後のところがポイントなんですけれども、ちょっと内側にこれを収めてあげるということです。そしてまっすぐぐーって降りて払う。ここの差分をしっかりとつけるということがポイントです。そしてこちらも一緒ですね。それからこういう横線がつながった文字を書くときにどうしてもメリハリがない方非常に多いですので、線の長短しっかりとつけていきましょう。短く、そしてここぐーっと長く、そして縦はこれぐらいで、はい、同じ角度でしっかり書いて、そして最後にぐーっと引っ張ってあげる。はい、このメリハリだけで見た目がすっきりしましたよね。見た目が全然変わったと思います。そして同じく身と心もやっていきますね。これもしっかりとスリムに収めてあげましょう。キュッと持ってきてあげて、で全部がスリムだと頼りなくなるので、しっかり出すところは出すという形で組んであげます。そして心も最後グッと書いていきますね。止まって跳ねる、で跳ねる向きも次角、次の角につながるように跳ねて、そして止まるという形です。まあ、これをしっかりと意識してまいりましょう。文字の外形については他の動画でもたくさん解説しておりますので、よければそちらも合わせてご覧ください。ということで今回ですね、まあ、すっきりと前回お伝えさせていただいたズボラなあなたに送る3つの裏技ということでお話をさせていただきました。端的に伝わるようにということで今回このような形で解説しておりますが、いかがでしたでしょうか。もう一度復習していきます。止まることの大切さということで、しっかりと押さえるべきところを押さえていきましょうねというお話です。そして3節法と2節法というこの言葉、そして書き方をしっかり覚えておいてください。続きまして文字の代償を意識せよということで、2つの代償を今回お伝えさせていただきました。1つ目が漢字よりもひらがなカタカナを小さく書きましょうという代償、そして余白に対する代償です。これらですね、2つを意識して文字を書くだけで、こちらもですね見た目がすっきりとするだけではなくて大人っぽくなりますし、かっこよく見せることができます。ぜひやってみてください。そして最後にフォントに騙されないでということで、こちら正方形に文字を書くのではなくて、それぞれ外形を意識して書いていくということが重要ですよというお話になります。ぜひこちらも意識的に書くようにしてみてください。どこを長く取ればいいのかわからないなどございましたら、コメント欄で質問いただきますとお返事いたしますので、ぜひですねそちらもコメントいただければと思います。ということで最後まとめになりますが、まあいろいろ裏技ということでお伝えをさせていただいたんですけれども、最終的にものを言うのは練習量です。練習をしていけばですね、コツだとか裏技だとか実は関係なく文字というのは上達してまいります。とは言いつつも少しでも早く上達して少しでもうまく見せたい、そういった方に向けて今回の動画は制作しております。少しでもそういった方のお役に立てていれば嬉しいなと思います。ということでこの動画良かったと思ったらチャンネル登録、そして高評価いただけますと嬉しいです。はい、というわけで最後に宣伝にはなりますが、私が運営している書道そして美文字のオンラインスクールカリグラフィアの無料体験期間がございます。1週間無料で体験いただけますので、1週間以内にちょっと合わないなと思ったら解約していただくことも可能です。お手本ダウンロードし放題、毎月のライブ講義あり、そしてさらには本日のコラムなど、たくさんのですねサービスを追加した形でリニューアルしておりますので、少しでも早く文字が上手くなりたい、本気で頑張りたい、仲間が欲しい、そういった方はぜひ一度概要欄にリンク貼っておりますので、そちらご覧いただけますと嬉しいです。というわけで、今回は以上になります。また次回の動画をお会いしましょう。さよなら。